から戦国時代にかけての武将、室町幕府29代官僚、細川慶長や13代当主、遠徳元年、関白、九条正元の抜子として誕生。母は、武者の孔子高光の娘。正元より九条家の家徳を継いだ、九条直行は20歳ほど年の離れた、イボ兄である。遠徳3年2月13日、生後2歳にして、 独身のため実施のなかった、細川正元の養子となり、細川慶長屋の生死が代々生した総明丸を、養名として名乗る。文紀2年9月、養父、正元から正式に着手に指名され、丹波国士五職を与えられた。ところが正元と、総明丸の両名は、折り合いが悪かったようで、翌文紀3年5月に正元は住行を拝着し、あわしご家の細川義春の子、 六郎を新たに養子に迎えて、後継者に指名した。永正元年、聡明丸は元服し、母方のいとこで、室町幕府十一代将軍、足利義澄より返記を賜り、清野と名乗る。本来、細川慶長屋の家督継承者につく、はずの意味なのに文字目は、元の字であるが、こちらは養子市に迎え先に元服した六郎に、与えられている。一方、の字は、 家督継承者には用いられず、例外も、初代当主の細川頼之と、細川持野の二名だけである。従って、野の字を与えられた宗明丸は、元服前にはすでに着手で亡くなっていたことがわかる。永正三年、養父、政元の命令に従って、丹後国の一式を死ゆ討伐に赴いて、がえつを攻めたが、敵方と内通して、落城を装い、兵を退いた。 清の自身、拝着されたことに立腹しないはずもなく、養父、正元の命令に従ったというのは、表向きの行動であった。英章4年6月、正元の悲観、香西元長、薬師寺長田羅田が正元を暗殺する英章の作乱が起こる。元長、長田羅田は、住本の暗殺も計画したが、住本は、火災の三好これ長の起点によって、 大江国に逃亡した。清野は元ながらに迎えられて丹波から上落し、正元の葬儀を模して、将軍、吉住から細川慶長屋の後継者と認められた。事件は、住行を新たな慶長屋当主として擁立することで、三好これながら阿波国の勢力を排除したい元長長田柄慶長屋悲観が中心的な役割を果たしていたとされる。しかし、 先に清これが落城を装った、画越城の石川忠行が、一色を包囲中の赤沢智もを、守備よく襲って廃止させるなどしており、事件以前から清志のも通報し、周到に準備された計画であったことがわかる。理由はやはり前日の通り、廃着されたことに対する恨みが主なものであろう。清の住本の後に同じく正元の養子となっていた、細川高久には、 細川氏の一族をまとめ、高谷城の畑山白をも引き込んで、機内近辺の勢力を急合することに成功する。大海に逃れた住本と三好惚れ長は、遅ればせながら、大海の国人を味方に引き入れ8月1日には京都に攻め上った。その先行により、清の方の首相、一宮兵庫助が撃たれると、敗戦が明らかになった清市のは、誘発権で自害した。 去年19、元長や長田柄も戦死し、清の政権はわずか40日で崩壊した。ありがとうございます。